はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回ご紹介するのは過去の動画なんですけども、ワンナワーワンライフっていうゲーム知ってますか？これはね、非常に高評価なゲームなんですね。1分1歳年を取る、つまり1時間やると60歳でね、寿命を迎えるというゲームなんですけども、とあるお母さんの元に生まれた赤ちゃんが私なんですね。こういったね、お母さんとかおじいさんとかおじさんとか、いろんなね、肉親もしくは他人がこの世界にはいるんですけども、すべて人間が操ってるマルチプレイゲームなんですね。面白そうでしょ。様々なね、ものを作れるディープなクラフティングもこのゲームの醍醐味ですね。今回動画見ていただくのは、そんなワンナワーワンライフの初期版ですね。今は複雑なクラフティングシステムがあるんですけども、初期はね、なかなかね、数が限られてたんですけども、今見ると逆にね、シンプルで味わい深いなという内容になってます。ぜひね、皆さんチェックしてみてください。それでは、スタート。さあ、最初は0歳ですね。全然喋れません。F しか喋れないですね。F というか、何文字？ 1 文字しか喋れないですね。で、上にいるのがね、私のママですね。これママ。基本、ママに育ててもらうことしかできないので、もうずっとママに付きっきりな状態ですね。火のとこにいなさいって言われてます。ここがね、あったかいとこなんですね。今ね、フルって書いてあるのが私の、なんだろう、空腹度ですね。今2個減ってます。これ0になると死にます。で、右側にある、これね、テンプメーター。これは体温を表してまして、ちょっとでもね、外行くとこう寒くなるんですよ。ほら。そうするとお腹の減りも激しくなります。なので、0歳の頃、特に1歳の頃は、お母さんのことをね、気にしながらずっと待ってる状態になります。今、スターヴィングですね。お母さん。早く早く。そう。お母さんがね、持ち上げてくれるとね、これ、食べ物がもらえてる状態ですね。多分ね、おっぱいもらってるんだと思います。これは？あ、お兄ちゃんですね。これ、無理だ。あ、ここにいないとお母さんに怒られちゃう。あ、火ついてた。お母さん結構やりますね。あとね、ここにね、いろいろクラフト情報が出てくるんですけど、こうやってね、何がどう作れるかっていうのがこう出てきます。あ、お腹すいた。フィード。ね、養ってくださいって。お母さん。お母さん。お母さんお願い。ありがとう。ということでね。こういう感じで。ちょっとまず大きくなるのを待たなきゃいけないですね。またお腹すいちゃった。余計にね、外行くと寒くなっちゃうんでお腹空くので、ここにいた方がいいのかな。これ誰？あ、私のお姉ちゃんだ。こういう感じでね、これマルチプレイゲームなんですね。うん。お姉ちゃん。お母さん。ハングリーだよ。お、帽子。ファイヤーが。ちょっとね、大きくなったからちょっと喋れるようになってきた。これ食べれるんじゃないかな。お、ありがとうと、Thank you と。まだ何も持てないな。ん、これいけるかな。あ、ありがとう。あ、ここにいなさいって。まだ食べれないのかな。ちょっとまだね。お母さんのミルクを飲んでる状態ですね、私。早くちょっと、ここ家族がね、よその人もいっぱいいるんですけどね。今多分これお母さんとお姉ちゃんとお兄ちゃんが周辺にいるんだと思います。こう協力し合ってんでしょうね。これお姉ちゃん。うん、食べれるかな、そろそろ。お！よいしょ、あ、できた。これでちょっとは動け、これ何なんだろう。ラビットの毛皮だ。あ、ここにご飯がいっぱいある。食べよう。で、一個持って、自分も何ができんだろう。なんか、欲しいな。
お、まだおっぱいくれてるね。うん、何すればいいんだろう。農場手伝って言ってるけど、私初めてなんで、初心者ですと。で、OK だよって言われましたね。うん。じゃあ、ついてきて、言われましたね。よし、行きましょう。よいしょ。行こう。何するんだろう。なんかしてるね。スキンラビット、これか？ん？これかな？こういうことか。こっちか。よいしょ。なんかね、これを入れてくれって言われた。あ、やばい。死ぬ死ぬ死ぬ。あ。ちょっと待って。スキンラビット。何あの、皮を剥いだ、ウサギをバスケットに入れてたら自分がお腹空いてんの忘れてましたね。ちょっともう一回やってみましょうか。難しいな、これ。特に子供の頃やることないし。あ、しかも、兄弟いるし。やばい、これあったかいとこない。あれ？お母さんどこ行った？お母さんどこ行った？やばい、写真だ。ゼロス、お母さん育児放棄ですね。これはよくだ。あ、また、兄弟がいるよ。兄弟がいるとね、微妙っすよね。お母さんも大変だからね、養わなきゃいけないから。よしよし。なんとかね、青年にまではなりたいですね、今回。頑張りたいと思いますけど。やることがないね。ここぐらいまで行っていいの？これダメなの？やっぱ寒くなるね。すぐお腹すくね。ありがとう。Thank you って言っとこう。ね。赤ちゃんめちゃくちゃできちゃったわよって言ってるね。悪いね。ソーリーって言っとこう。ね。笑われちゃった。ね、でも、I love you って言っとこう。Love you ってね、こういうとこね。ちょっとね、媚び言っとかないと。餓死しちゃうかな？これで誰これ？あ、兄弟だ。こんなおっさんみたいな兄弟がいるんだね、私に。この母さんすごいね。結構年取ってんじゃないの？もう。だってこれ、ブラザーだよ。ちょっと、大きくなった？そうでもないかな。これは誰誰誰だ、ね、あ、妹だ。妹じゃない、あ、お姉ちゃんだね。さっきはね、ウサギの皮を、こう、バスケットに入れるのを手伝ってって言われたけど、あれ何を作ろうとしてたんだろうね。しかもこのお兄ちゃん何やってんだろうね。あ、結構もういける？うん、お兄ちゃんなんか持ってんのかな？見てみか。これなんだろう。クレイプレート。粘土のプレートかな。ハングリーって言っとこうかな。ねえ。Thank you. あれ？
ああ、なんか、ダメだ。これだ。よし。やった。よかった。危な。危なかった。もう自立ですね。ちょっと、食事のありかちょっと、探しとこう。いろんな道具あるよ。結構、おっと、このね、音が流れたらやばいんですよ。おっと、間違えた。おいしょ。こうだね。よしよしよし。なんだこれ。なんかもう持っちゃった。これいらないからね。ひょっとしたら重かったらお腹空いちゃうし。やばいやばいやばい。え？これなんか、これ何これ？食べれんのかな？お、食べた。これなんだろう？何持ってんだろう？よいしょ。おっと。入れとけかな？違うかな？よいしょ。なんか、押してる。これ何？これこれこれ。これこれこれ食べる。間違えた。置いて、これか。これ食べる。あ、違う違う。これ食べ物じゃない。ハングリーハングリーハングリー。ああ、助けて。助けて、助けて、助けて、助けて。あ、死んじゃった。難しいね。よし、もう一回やりましょう。おー、なんだ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 、やばい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 。お母さん、お母さん、お母さん、どこ？え？お母さん、え？めっちゃくちゃ難しいサバイバルゲームだ。おっと。やばいやばい、死んじゃ、死んじゃ、死んじゃ。え、どこ？家がないし。これはやばい。完全に育児放棄。運が悪かったな、この人生。よし、もう一回行きましょう。満足に切れないね。どれお母さん？こっち？こっち？これお母さんだ。あ、これ、ありがとう。あ、ありがとう。うわー、また、兄弟がいる。あ、ブラザーだ。うわ、結構でも、ここはすごいね。ね、よしよし。サンキューって言っとかないとね。ね。I love you って言っとかないと。love you と。よいしょ。よしよし。まだ0歳かな。この頃一番ね、生存率低いですからね。よし。なんかすごいよ。え？みんなこれは、あ、おばさんだ。あ、おじさんだよ、これ。ここ家族でちゃんと生きてるよ、生活してる。すごいね。ん？これは誰？おじさん。おじさんいっぱいいるし。わー、そういうことか。ちゃんとこう、ね。家で、家計を守ってんだね、みんなで。Thank you. これ、兄弟だよね、これ。てか、ここにいる意味ないね、もう寒いんだもん、これ。いとこだ。いとこだって。あ、ここに、ここにいるか。よし。ああ、お腹空いた。やばい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 。ああ、助けて。あ。あれ？死んじゃうよ、これ。お母さんどこいたん？あれ？やばいやばいやばい、もう、ああ、難しいな、これ。お母さんどこにいるか。お母さんちゃんと見てなきゃいけないんだな、自分が。よし。ちょっともう一回最後やってみましょう。結構ね、面白いですよ、これ。これお母さんね。よしよしよし。はーいって。はーい。ファイヤー。ファイヤープリーズ。
わ、よかった。わ、この、ここの家めちゃめちゃ発展してる。すごい、おー、あー、すごいすごいすごい。すごいよ。え、こんな装備できんだ。なになに、うわ、すごい。うわ見せてくれてるよ、お母さん。うちは裕福ですよって。え、こんなとこもあんだ。これは生きれるね。でも人参食べれないよね、私まだ。すごい、もうベテランお母さん。だけど一人。なんで一人なんだろう。こんな、自分だけで作ったのかな、すごい。わーお。リーチ。何でもできるわ、やって。ラッキー。ラッキーベイビー。ラッキーベイビー。ね、I'm lucky baby ですね。うわー、すごい。なんだこれ。わあ。また何もできないのかな、私。わあ、すごいね。いろいろ見せてくれるな。イエーイ。とうとう、裕福な家に生まれましたね。何これ。これ食べ物だ、これ。おっと、もう食べれんのかな。これ井戸だよ、すごいね。これ一人で作ったのかな。ここいいね、ここ好きね。このキャロットいっぱい、ここいいよ。うわー、すごい。これ食べるかな。あれ、あ、食べれた。よいしょ。やり方知ってる？ごめんなさいだよね、本当に。オッケー。ファイヤー。いいけど、お、よし、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ああ、どうぞ、なんか言ってる、お、赤ちゃんが生まれた、これ持ってるかな、あれ、よいしょ、いいよ、よいしょ、どこ行くんだろう、ファイヤーって言ってるからね。もう結構な私、お兄ちゃんの中お姉ちゃんになりましたか？あれ？子供。おほほほ。あれ？どこ行った？あ、いた。お母さんに。葉っぱと、ティンダーだって。これリーフだよね。で、これ何？ちょっとお母さん見えないな。ティンダーどこ？ティンダーこれでしょ、ティンダー。違う？これティンダー。うん。
ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょっと。あれ。ちょっと待って。あれ。よいしょ。よいしょ。あれ。ちょっと待って。よいしょ。これキャリーしてた。ん？よし、行こう。難しいな。よいしょよいしょ。どこ行ったお母さん。はい、痛い痛い。ティンダー持ってきたよーって。で、どうすればいいの？よいしょ。こうか、ティンダー。うわー、なんか難しい。うわー、クラフトが難しそうだね。これ食べかな？あ、違う。こうやって、ここに置くでしょ？で、これ取って、ここに入れる。これ取って、ここに入れる。んーで、ん、違うな。ここに入れて、これを取って、しようと。よいしょ。うん。え？お、すごい。うわ、すごいな。プロマーとか言って言われてますけど、ちょっとお腹すいたかな。これを置いて、取って食べて、取ってショウト。ちょっと待ってよ。一個片手に持っててもいいかもしれないな。違うの。こうでしょ。持って違うか。ダメか。片手に持つというのは、この状態できないのかな。うん、これ。よいしょ。食べて、これ持ってやん。あ、また子供。よし、来い。こうやってこうね、家族を作っていくんですね。これ何？これ。キッチン。どこキッチン。ここキッチン？ファーム。うん。これ食べかな？よいしょと。これ持ってこうかな？食ってるだけね。ここファームだよって。うんうん。すごいね。人参倉庫。うん。これは圧巻だね。んで、うわ、いちいちね、赤ちゃんに見せてんだよね、これ。うん。よいしょ。これね、多分、クラフティング何か覚えないと役に立たないね、自分自身が。うん。なんかこれは、また、植物だよね。食べるやつだろうね。うん。だんだんね、この自分のこの空腹度もね、このゲージが上がってきてるね。だからあんまり死ななくなった感じがする。お、これちょっと、これを、ちょっと、積もうかな。置いて、取って、お、これ全部取れちゃった。一個取って、入れる。一個取って、入れる。一個取って、あ、もう入んない。食べる。で、しょう。こういう感じかな。うん。お？こうやって持ってたね。で、これをこう。これどうやの？なんか、
お、トヨタン。すごいね。うん。何をすればいいのかな。うん。よいしょ。ああ、私言われてる。うん。なんかね、服を探しに行ってこいって言われた。ちょっと待ってね。と。よいしょ。気にしなくていいよって言われちゃったけど。よいしょ。一個取って。よし、服探しに行こう。うわ、これちなみにかっこいいな。うん、これ持てないな。持てないね。これは何？服はどこにあるんだろうね。まあ、必要ないんだろうけど、ちょっと。あとこれ水か。これ水って？ちょっと、なんか。いらない。あ、なんか、ボトルが、これだ、これ、これ、これ。んで、ポンポン、ポンポンポンって言ったよ。これ飲む？飲むの？そういうことでもないのか。お水持ってきたよ。よいしょ。ちょっと見よう見真似ですね。あ、よいしょ。よいしょっと、食べちゃう。よいしょ。うん。他に何ができるんだろう？これは、シャベルだね。これ水かけられるかな？よいしょ。無理だね。よいしょ、置いとこう。うん。あ、優しいね。お姉ちゃんが守ってあげるよって。でもここ無敵だろうね、ほぼ。よいしょよいしょ。はい、今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。この続きが見たいっていう方いらっしゃったら、ぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。それでは。